よし、じゃあおはようございます。今日はですね、今私荒川におります。はい、ね、今日もね、たくさんのサイクリストが今走ってるんですけども、今日はこの荒川からですね、すぐのところにサイクリストにめちゃめちゃ優しいサイクリスト特化のマンション、物件がですね、最近できたんですよね。なんで今日はその物件にちょっと潜入していきたいと思います。はい、早速行きましょう。オウ！ということでですね、本当に荒川から今ね歩いてきたんですけども、5分ぐらいですかね。はい、こちらがその噂のルブリカントになります。はい、じゃじゃん、こんな感じですね。あの、新築なんでめちゃめちゃ綺麗です。はい、こう自転車感が半端ないですよね。はい、実際に飾られてます。こちらですね。あそこが入り口ですね。はい、それじゃあ早速入っていきましょう。今日はまた今田さんと一緒に来てます。おはようございます。じゃあ行きましょう。うほー、綺麗。はい、こんな感じです。おっと、おはようございます。わー、お会いできて光栄です。じゃあちょっとせっかくなんで自己紹介をしていただいてもよろしいですか。はい、ほんなら、こちらのマンション、ルブリカント荒川ベース、はい、見出した張本人ですね。お、作ろうと、ここを作ろうと、はい、石川と申します。よろしくお願いします。今日よろしくお願いします。なんですか、ここはそもそもどういうマンションなんですか。ざっくりと、自転車乗りのための、まあ、サイクリスト向け、サイクリスト専用マンションということで比較していますので、なるほど、はい、自転車の方に特化したマンションということですね。めちゃめちゃ珍しいですよね、それね。はい、多分日本で初じゃないかな。じゃあ早速ちょっと、じゃあ行きますかね。それじゃあ、はい、失礼します。よいしょ。お、反応しない。あれ、石川さん、これいけないんですけど。オートロックになってまして。あ、オートロックになってるんですか、これ。はい、ちょうど皆さん、入居された方はこのタグを持ってないと入れないし。あ、なるほどね。はい、そういうことですね。これがその自動で開けたりするための鍵になってるんですね。これ、電波でこうパッチしまして。あ、なるほど。外さなくてもいいんですね。あ、ポケットに入れとけば。なるほど、なるほど。ということは、こう今さんがこう自転車でただいまって帰ってきて。これ持ってます。持ってます。はい、どうする、ここの音だけでいけるんですよ。超いいじゃないですか、もう。あ、じゃあ自転車でね、こう手がわちゃわちゃしてても、ポケット入れとけば。そうそうそう、はい。最高。超便利ですね。じゃあちょっと、今じゃ反応してる状況です。はい、と、こんな具合になってると。はい、ほー、荒川マープって書いてますね。荒川マープ、これすごいっすね。これ荒川サイクリングロードですか、これは。はい、してまして、はい、一番向こうがルブリカントのマンション。あ、ここですね。ここがマンションの場所。ほんと近いですよね、ここがね。で、ここからこの辺なんですか、いろいろこうあるけど。え、あの、近所の、あの、いろいろ、食べ物の、これパン屋さんだったりとか。へ、ね、なるほど。ここに荒川近辺のサイクリングスポットみたいのがたくさんこう並んでるわけですね。お、もしかしてぐーっと行くとカフェバイヤー、私御用達のカフェでございます。はい、温泉とかも、はい、すごいや。この時点でなんかもうびっくりなんだけど。あ、で、ここにエレベーターがあって、はい、で、この辺になんかちょっとおしゃれな自転車の感じさせるような雰囲気になってると。エレベーターに関しても、うん、あの、ここにもう一段オートロックがあるので、はいはい、エレベーターもこれがないと乗れないんですよ。なるほど。あ、じゃあセキュリティ的にはバッチリですね。そうですね、2段構えになって。なるほど。雰囲気的にはこのレンガ調の、ね、感じもありつつ、このコンクリートの感じがなんか今っぽくて車両つだなと思いますけども、こっちもじゃあちょっと見てもいいですか。なんかちょっといろいろ見えちゃってるんですよね。こんなになってるんですよ、皆さん。よいしょよいしょよいしょ、行きましょう。あ、お、こんにちは。こんにちは、はじめまして。はじめまして。
健太と申します。今日はすみません、お邪魔させてもらっておりますけども。なぜこそ不動産谷野と申します。あ、谷野さんよろしくお願いします。ここ、はい、やばくないですか。ここは入居者が使えるトレーニングスペースとメンテナンスのスペースなんですか。はい、なるほど。ここにあってパークツールのいいやつがいっぱいこう工具があって、でさらにこっち行くと。ズイフトですか、この辺は。そうですね、トレーニングルームができると。すげえ鏡になってるんですけどね、しかも。そうですね、まあ、ポジションも確認できます。なるほどね。これ入居者が誰でもこう使える、24時間使えるスペースなんですか、はい、すごいですね、これ。はあ、なるほど。ちゃんとでっかい、ね、業務用の扇風機も完備されてるし、こちらはもう入居者の方が自由に使えますので、はい、まあ雨の日ですとか、はい、寒い時期なんかはもう室内で練習もできますし、うん、もう自分でカスタマイズ好きな方なんかはこうお使いいただいて、うん、時に、まあチューニングできるような形になります。で、まあ、使い方がわからない方向けに、はい、専属のサイクルコンシェルジュの方もこちらのマンションに着きますので。そうなんですか、はい、そのサイクルコンシェルジュっていうとメカニックみたいな、メカニックの方担当でいらっしゃるんですか、ショップの方なんですけど、じゃあ自分でこうなんかメンテナンスできなくても、まあ、お店の人に、はい、やってもらえると。まあ、講習なども定期的に行いますので。そうなんですか、はい、すごいですね。住みながらもいろいろスキルが身についてくるようなマンションにはなります。もう住みたいなすげえ、なるほど。で、実際に外ちょっと見てもいいですか、はい、ここはパーキング&バイシクルウォッシュって書いてますね、うん、ってことはここには軽いこう駐輪スペースがあって、で洗車もできるという感じなんですね、はい、すごいっすね。でこのバケツとかスタンドとかシャワーとかこの辺もバッチリってことですね、はい、これ高圧洗浄機、はい、使えるんですか。これも、はい、使えます。なので、まあ、洗車後の、まあ、水を飛ばしたりとか、あ、この辺ちょっと汚れなんかをジャーって飛ばして、はい、流すためのってことなんですね、はい、すごいや。1階の時点でなんかもう、ここやばくないっていうぐらい の感覚なんですけども、はい、じゃあ1回ちょっと戻りましょうか、それじゃあ、はい、これちょっとなんか椅子とかもあるから、ちょっとこう、談話室的な、はい、チェーンをイメージした。あ、そっか、確かに、はい、チェーンになってますね、形が。なるほど、なるほど。この時計も、オリジナルになってるんですか、はい、チェーンの形してるんですね、はい、すごいおしゃれだな、こんな感じになってますね、さん。なるほどね。で、まあ、このスペースを使って、まあ、居住者の方以外も、はい、サイクリストの方が週末立ち寄れるような形で、この場でサイクルイベント、はい、メーカーさんとかショップさんに開催していただいて、はいはいはい、そういったものも定期的に行います。あ、そうなんですね、はい、分かりました、ありがとうございます。じゃあちょっと素朴な疑問なんですけど、はい、まあ、ローラーを回すと、僕なんかやるともう部屋の中がムレムレになっちゃうんですよ、はい、やっぱそういうのをちょっとやっぱりね気にしちゃう人もいると思うんですけど、はい、その辺ってなんかどう。その辺はまず一つこちらの業務用の、これですね、はい、こちらがありますので、これは先ほど言った風を感じながら、はいはい、こういうこともできますし、あとは室内自体にエアコンと換気も全て完備してますので。ああ、なるほど、まあ、そのあたりは気兼ねなく使っていただけるから。確かにこのでかいエアコンがありますもんね。そちら側の方が換気。あ、こっちは換気なんですね。あ、じゃあ、設備はおー、バッチリという感じなんですね。はい、ちなみにこの床なんですけども、コルクではないか、なんていうんだろう。ゴムですかね。クリートでね、カツカツしても滑りにくいくなってるんです、ここが。もちろん傷もつきにくいと。細かい、地味だけどね、実にありがたい。雨の人がね、つるっていっちゃいがちなんですけども、ここはね、しっかりとこう。あることができる、そんなような感じになってます。ここなんか2階なんかね、こうねスーッとまたなんか続きがあるようなんですけど、あるんですけど、先に部屋の方、部屋の方、あ、なるほど、はい、あ、見たかった。お楽しみ。あ、わかりました。はい、じゃあちょっと行きましょうか、はい、エレベーターで上がるわけですね、はい、OK です。ここもまた鍵で、はい、ここも移住のオートロックになってます、はいはいはい、これで反応して人感もついていてエレベーターが呼べると。なるほど、なるほど。このエレベーターのこの位置っていうのもチェーンになってるんですね。デザインこだわってますね、本当に。おお、あ、すごい縦長なんですね。スーッと立てなくてもそのまま入れる。あ、そっか、いつこうグワーッと行くけど、こんだけ広ければ自転車そのまま横のまま行けると。すごい。はい、2階です。2階にモデルルームを用意しております、はい、あ、
モデルルームあるんですね。モデルルーム2タイプありまして、はい、あの全部でここ38部屋なんですけれども、この2タイプで、どちらかのお部屋になっているという形になります。わかりました。一番こちらの角の部屋に関してはこの入口のところに本当ラックというかあるんですね。自転車を置けるようになって、これですね、まあ、ちょっとお部屋に持っていきたくないような、はい、少し汚れてるとか、はいはいはい、洗車しようっていうのもここに置いてあります。なるほどなるほど。この部屋番号も201がチェーンになってる。おしゃれ。はい、お邪魔します。おお、めちゃめちゃ綺麗。めちゃめちゃ綺麗じゃん。お邪魔します。おお、キッチンがこう来てリビング行っちゃいますよ。はーい、はーい。おお、すげえ綺麗。すごいや。ラックがあってポンプがあってめちゃめちゃいいじゃん。はい、こちらの部屋のこの白いこの壁のところ、はい、これ放浪壁なんですね。はいはい、はい、放浪なので磁石がこうくっついて、こう、なるほどね、こうやってかけておける。はい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 、ヘルメットなんか、はいはい、あと汚れがつきにくいと言いますか、はい、ホワイトボードのマーカーとかでもかけるんですよ。書いてまた消したり、消してるんですか。そんなこともできますし、へえ、タイヤがこう当たっても、はいはい、汚れにくいと、はい、そういうことか。あとこれ、これ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 、これが箕浦さんと連携で作った、はいはい、バイクタワーですね。これ必ずオリジナルなんですか。これオリジナルっていうかその、はい、共同で作ったやつ。確かに。で、こう、まあ、本当だ。これが各お部屋標準で1本つきますので。あ、そうなんですか。自分でこうなんか用意しなくていいんですね。リンクした時にはもう2台かけられるようになって。うわ、すげー。そうなんですね。確かにこの色味もこの部屋といい感じにマッチしてるし、ロードバイクとかクロスバイクとかすでにもういきなり入れられちゃうわけですね。そうですね。じゃあ部屋とかも広々使えますね。そうなるとこの、はい、この辺りも。こちらの部屋はこの床がこう少し張り分けになってるんですから、はい、こちら普通のフローリングなんですけれども、うん、こちら普通の塩ビ床なんですね。ですから汚れがつきにくいと。なるほど、はい、自転車で来て確かに玄関からそのままぐーっと来てかけられると、はい、で汚したくないフローリングなんかは普通にこう足でこうって、ね、こちらの部屋はそういうコンセプトになっているのと、あと基本的なところですけれども、はい、窓が二重になってます。あ、なるほど。通り面なので大通りですのでね、音も音が結構するんで。確かに今全然聞こえなかった。まあ、あ、今この状態です。ちょっとじゃあ今鏡閉めてもらってもいいですか。結構車通り確かに多いですよ ね。1枚閉めて、1枚閉める、これ普通の状態で、はい、もう1枚閉めると、うん、一気の音なくなりましたね。すごいな、その辺も気遣ってるんですね。それと、それとあと、ここにちょっとこう穴が開いてるんですね。ここは、はいはいはい、室内干し用の物干しをかけるものがこうありまして。なるほどなるほど。でここに物干しがかかる。なるほど。あ、外に干さない、ね、こことここにも、はい、あるわけですね。ブスッと刺して、まあ、なんかこう室内干しするときなんかに便利ですよと、はい、なるほどね。すごい、これもクローゼットになってるわけですよね。はい、ソフトクロージャーになりまして。なるほどなるほど。ここからがスッとこう閉まるように。はい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 。あんまりバンバンとこうバンチにならないような、シューッと開けるとここにクローゼットになるんですね。すごいですね。この辺は分譲マンションとかでも使ってる、はい、ちょっと仕様を上げたものになってる、ね、はい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 、はい、基本的な性能、自転車だけじゃなくてね、はい、そういうところも押された形で作ってると。お部屋25平米ありまして、はい、25平米ですね、はい、ワンルームタイプなので、はい、1人であれば全く問題ないと思います ね。じゃあここがタイプ5つの1ってことですね。はい、じゃあタイプです。あ、すみません、せっかくなんでそのトイレとかも見ていいですか。はい、でここはキッチンになってるわけですね。コンロが2個あって、で洗面がこんな感じで、こちらがトイレになります。あ、ここトイレ、あ、綺麗。めちゃくちゃ綺麗トイレ。あー、なるほどなるほど。ちゃんとこの辺に小物なんか入れられる収納スペースがあるということですね。隣の扉を開けていただくと洗面とお風呂になります。あ、失礼します。あ、なんかいい匂い。洗面もすごい清潔感あって綺麗ですね。
でこの洗濯機を置きます、その小物を置きます、でお風呂と、あいいですね、お風呂もめちゃくちゃ綺麗だな、やっぱ新築はいいっすね新築はいいな、やっぱり綺麗だな、本当に。わかりました、ありがとうございます。この感じをちょっと覚えておいていただいて、全く別のタイプになりますので。あ、わかりました。でここに靴はちなみにここに、はい、収納ボックスがこうあるんですね、はい、ここは靴になっていると、はい、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとそのタイプ2っていうのをちょっと見てもいいですか。はい、おお、全然違う、すごい、うわー、なんか雰囲気全然変わりましたね、これね、すげー、フローリングも全然違うし、さっきはと全然違いますね、横にこう来てますね。でまずはね、リビングしましょうか。はあ、ここもまた雰囲気がいいですね、これまた。ベッドがあって、でこう椅子があって、でこれもやっぱりバイクラックあるわけですね。でここにかけるものがあると、すげえおしゃれ、参ったわめちゃめちゃおしゃれですね。でこの打ちっぱなしの感じがまたちょっといい、なんかちょっとこっちの方がの男っ気のあるというか、ちょっとこう男性っぽい感じかな、印象的には。さっきはちょっと白がベースだったんだけど、こっちはもうちょっとこう濃い感じがしますね。フローリングもこんな感じになってるし、後ろもこのコンクリートの打ちっぱなしみたいな感じが、ちょっと今時のブルックリンスタイルっぽい感じ、はい、すげえ。この辺に、あ、人感センサーなんですね、ここもね。流しもこんな感じになってますね。雰囲気はさっきと全然違う。同じコーンの2つにこんな感じになってますが、でこの素材がこう木の感じですかね、ブラウンのウッドの、ウッド基調のものになってます。でこうなってる換気扇、これなんだろう。ああ、お手洗いね。ああ、お手洗いもやっぱ綺麗だな、新築は半端ね。ここなんだ。あ、これちょっと小物入れがあるわけですね。で洗濯機いうとこがあって、洗面がここにあると。きれい。もしかしてここ開くんじゃないかな。あ、やっぱりね、開きます。ここにいろいろ小物入れられます。でここがお風呂ですね。あ、お風呂もやっぱ同じようにきれいですね。ここは同じような感じです。はい、はい、こちらのお部屋は少しこう落ち着いた感じの濃い色に。そうですよね、さっき女性っぽいけど、ここはなんかこう、あ、男性っぽいというか、そう、隠れ家的な感じ、隠れ家的な感じ、はい、このコンクリートも打ちっぱなしのとか、はい、そういうスタイルがちょっと全然違う、はい、全く違う形にしています。なるほど。あの床もここ張り分けはやめて、はい、まあ、フローリング調の、はい、まあ、そういってもこれ塩ビではあるんですけど、あ、そういうタイプみたいに見えるんです、そういう床なんですね。ですからちょっとデザイン性を入れてますし、はいはいはい、あと葉巻も普通のマンションでは使わないテーマカラーのオレンジが入ってるってですね、はい、でもちろんバイクラックもちゃんと、はい、これはちゃんとつきます。すごいよな、ま、でここは放浪ではないんですけれども、はい、汚れがつきにくいようにアクセントクロスの濃いものを入れてますので、はい、まあ、タイヤが当たってもこちらも、まあ、汚れにくいというとですね。 おしゃれだな、おしゃれすんだ。ここもちゃんとやっぱあるんですね、クローゼットの、はい、はいはいはい、あ、いっぱい入る、これなら安心だ。でこうガーってこうブーっとやってもちゃんとシュッとガーンってならないんですね、はい、僕結構こっちの方が好きかもしれないです、雰囲気的には。ちょっと男性受け多分するのと、そうですよね。まあ考え方としては隣は機能性に走ってる、外に自転車も2台あると。確かにそうですし、中に2台ですか、4台ぐらい全然、うんうんうん、それと、まあ、床がこう汚れにくいので、はいはいはい、作業もできるということで、なるほど、少し機能にはこちらもデザイン優先、デザイン優先というわけですね、はい、皆さんどっちが好みなのかぜひね、見てもらえればなと思います。はい、ありがとうございます。めちゃめちゃいい部屋、めちゃめちゃいい部屋です。本当にこうね、普通ドアだったらガチャッスーッて戻るとき、うちもそうなんですよ、うちのマンションとかまさにこういちいちこう、うんうんってやんなきゃいけないけど、かなりゆっくり、これゆっくり閉まるんですね、こうぐーっと、だから余裕を持ってこう出れると、
なるほど、これちょっと地味に嬉しいな。あー、ここもいいですね。ここは屋上ですか。はい、ちょうどあちらが火災方向ですね。でこちらが東京の方、東京の方、ね、ここからじゃあ結構そのなんていうんですか、こっち行けば荒川が見えて、はい、こっち行けばまあ都会が見えるというような感じですか。ここってなんか普段から開放してるわけではない、ね、はい、普段はちょっと保安上の理由もありまして閉じてますが、はい、我々の方でイベントを主催するときにはここは開放して皆さんに上がっていただこうと思っております。なるほどなるほどなるほど。もうすぐにベンチとかちゃんとあるから、なんかちょっと花火とかね、そうですよね、はい、それこそこう座って見れるみたいな環境がすごい良さそうですね。わかりました、ありがとうございます。まあ、奥にドイとイオンがあって朝日もすぐそこになりますので買い物とかにもすごく便利そうですね。じゃあはい、ここがさっき僕が行きたかった2階と、はい、いうことでよろしいでしょうか。はい、はい、コミュニティラウンジ、コミュニティラウンジ、はい、早速いいですか。お、すでにコミュニティが始まってる、すでにコミュニティが始まってる。おーすごい。お、スードフランスですか、もしかして。はい、流しちゃってるんですか。やばくない？やばいな、広い。そしてめちゃめちゃ広い大きなスペース。ここでじゃあ入居者の方々がこうなんかお話ししたりとか、ないで来ましょうね、ないで来ましょうよみたいな話がもう自由に使っている、自由に使えるところなんですね、はい、すごい、これはいいですね。もちろん雑誌とかも置いてあると。なるほど、あ、バイクがあるんです。初心者買わなくてもいいんですか。はい、もう毎月毎月毎月置いてるんですか。え、雑誌が、はい、そうなんですか。すごい、ね、ナンバーも用意してます。そうなの、すごいっすね。すごいテンションが。石川さん、これなんですか、これ。はい、これフットマッサージャーです。フットマッサージャー、はい、じゃあ足をこう突っ込んでロングライドした時に、はい、あー疲れたなーってなった時に、はい、これ使えると、はい、すごいっすね。至れり尽くせりっすね。あー来てます、あー来てます、あーこれはいいぞ。あとさっきからこう私も着てるこのジャージ、はい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 、これ入居すると入居者の方に差し上げます。あ、ジャージもらえるんですか、はい、すごい、かっこいいですよね、このジャージ。めちゃめちゃデザイン性があっておしゃれだと思う。いろんなこうロゴもついてるし、へえ、嬉しい、ありがとうございます。なるほどね、なんかもうちょっと言葉が出ないぐらいですね、僕も。すごすぎて本当にこれは最高です。これはさ、ここは最高です。はい、はい、ということで今回はですね、ルブリカント、ちょっとお邪魔させてもらいました。やばいっすね、やばいっすよ、本当にサイクリストここ以外住めんの逆にっていうぐらい本当に濃い内容だったと思いますけども、なんか最後一言、なんかぜひこんな人来てくれとか、なんか思いとかもしあれば、二人なんかあります、なんか視聴者の方に。そうですね、自転車もう好きで好きでたまらない人、はい、このマンション絶対住んでほしいということで作りましたので、はい、まあこれで満足してもらえなかったらもう、はい、どうしようかなというぐらいですよね。いや、これは本当に逆になんか他に何か必要なものあるみたいなぐらい設備整ってるし、おしゃれだし、そもそも、うん、満足度高いのかなと僕は思いますけど、はい、なんかあれさまありますね。はい、まあ、僕もこの物件の担当になりまして、はい、ロードバイクを始めた人間なので、なるほどなるほど、はい、まあ、入居者の方と一緒にこう練習しながら、はい、なるほど、どんどん楽しくロードバイクハマっていきたいなと思ってますので、まあ、でも本当ロードバイク実際に乗ってて好きな人たちが作った、マンションなんで、まあ間違いないですよね。はい、まあ、ぜひね、まあ、今回の動画を見てぜひ住みたいなとか興味あるなって方は、まあ、下の概要欄にホームページとかねリンク載せておくんで、ぜひね、チェックしてみてもらえばなというふうに思います。はい、ということで今回は、サイクリスト特化型のマンションルブリカントにちょっとねお邪魔させてもらいました。はい、もしもねすげえいいじゃんと思った方はぜひ、ね、グッドボタンよろしくお願いします。はい、じゃあそんな感じで今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。また次回の動画お楽しみに。はい、では失礼します、さよなら。